アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。さあ、クラッシュ初代王座決定トーナメントラウンド2はメインイベントです。左側、青いグローブに青いトランクスがシェムシベキリ、そしてこちら我らが日本佐藤義弘、日本代表格と言っていいですね、このウェイト。そうですね、もう本当に今世界と戦える選手は本当限られている中で、その中でもトップが佐藤選手だと思うので、ここはきっちり勝って、はい、日本人の強さを見せてほしいですね。そうですね、はい、名古屋 JK ファクトリー小森会長が門戸を外しました。第1ラウンドがスタートしています。先に先にプレッシャーをかけて得意のローキック、赤いグローブの佐藤。さあ、ベキリがどんなファイターか。バックスピンキック、このバックキックベキリ選手得意なんですよね。パンチとこの回転技が、はい、持ち味だという情報が入ってきています。はい、基本的なスタイルはすごくムエタイスタイルというかオーソドックスなキックボクシングスタイルなんですけど、パンチをまとめる力もありますし、はい、この中でこういう回転系の技を織り交ぜるのがベキリ選手の特徴的なところですね。今の左フック、左ミドルキックです。オーソドックススタイル、青いグローブのベキリ24歳です。佐藤選手すぐ立ち上がって試合続けてますけど、はい、バックキック結構いいとこ入りましたよね。そうですよね、はい、今はローブローとなっています。ベキリに対してです。シェムシベキリ戦績は70戦して64勝 31KO 勝利。佐藤選手が試合前にも言ってたんですけど、本当にこの選手は K1 のトーナメントでもファイナル16、まあ、エイトぐらいに入ってくる選手だと言ってたので、はい、本当にもう世界レベルの選手だと思いますね。いや、もうおかしくない戦いぶりですよね、はい、バックブロー、さらにバックスピンキック。佐藤ですから涼しい顔をしていますけれどもね、はいはい、左フック、これも強い。さらに左のボディです。ただちょっと回転系は佐藤選手も見切り出したんじゃないですかね。早くも、はい、今の2回バックキックあったんですけど、2つも足でカットしてましたからね。その後ボディへの攻撃、はい、そしてローキックですね、はい、確実です。また今日はいつも以上前に出てますね、佐藤選手は。そうですね、はい、ベキリは強い選手、世界レベルでも残念ながら自分が完封してしまうんでという佐藤義弘です。それがキーワードになりました。これはもう戦いぶりはそういうことですよね、はい、佐藤選手の持ち味はやっぱりこう前に出て、で自分の攻撃をどんどん出していくというのがスタイルだと思うんですけども、はい、今日は本当にそれが今までよりも早い段階から出てる気がしますね。ベテランの域です。佐藤、年が明けて1月25日で30歳になります。さらに円熟みを増すというレベルに入ってくる。ここも膝を見せてからその足でローキック、相手の蹴りもしっかりカットしていますね、はい、このバックスピンキックなんですが、佐藤が見ているブロックも硬い。でも右ストレート、回転技で一つ見せてからパンチというのがベキリ、ここも思い切ったアッパーから左フックです。前蹴りが交錯する。今その実力者が KRUSH の綴りのこのクラッシュに殴り込んできています。中村さん、はい、強さは十分分かりました。そうですね、ただこっからペース掴んで自分の試合にするのが佐藤選手ですからね、ちょっと2ラウンド以降の動きは注目したいですね。那代雄二戦などもそうでしたよね、はい、1ラウンド先制攻撃という那代に対して前へ前へ出てローキック、さらに膝という戦いぶりのクラッシュではありました佐藤。ここも鞭のようにしなる足と腕、
さらにカウンターの膝、はい、あれもノーモーションですね。そうですね、うまくあのベティ選手がパンチで入ってきたところに合わせてるので、カウンターなるから効きますよね。自分の距離、奥足へのローキック、ちょっと今足取れましたね。左ローです、はい、さらにボディテンプルのあたりからローキックへ、また潜る。またあの佐藤選手、最近あのボディーブローがいいんですよね。パンチ、はい、あの K1 ワールドマックスではあと一つというところまでたどり着きました。2010年、自分にしかできない戦い。あの佐藤選手、背が高くて、あの手足も長い体型なので、ちょっとあの力強さは見た目からは感じられないんですけど、これだけ外国人選手前に出れるのは相当フィジカル強いと思います。それでまたタフですね、はい、打たれ強さもありますし、はい、この頑丈さっていうのは佐藤選手の武器ですよね。精神面でももう磨きに磨いてきています、はい、もう徐々に徐々にあのベクリー選手がもう下がって、ちょっと手数も減ってますよね、1ラウンドに比べると。有効打も減りましたね、はい、かなり体力的にも削られてきたんだと思います。そうですね、まさにこの削り取っていくというところ、はいはい、佐藤のファイト、口を開いていますね。あのボディ打ちも物を言っているようです。佐藤の攻撃、毎回毎回厳しい強い敵を迎えている佐藤。またこの下がっているところにベキリ選手ローをもらってしまうので余計効きますよね、佐藤の攻撃は止まりません、はい、そして打ち分け、まずロングリーチ伸びてくるところ、この距離、攻撃はやっぱ力強いですね、まだベキリ選手、はい、KO 率アベレージもなかなか、ベキリのパンチ、そしていつあの回転技が飛んでくるかも分かりません、はい、その勢いをそぎ取るように右膝佐藤です。いや、パンチワンツースリーフォー、最後の左フックをかわしています。バックスピンキック、まだやっぱりこうベキリ選手の一発の攻撃力があるので、まだちょっとわからないですね。そうですね、はい、いやそれだけの敵です。スイスチームスーパープロのシェムシ・ベキリ、佐藤義弘が迎え撃つクラッシュの戦い、最終第3ラウンドです。ここも強い蹴り、でも足を今キャッチしたその後ですね、はい、何をしてくるかわからないという怖さもあります。さあ、中村さんは佐藤のどんな攻撃に期待しているんですか。いや、もう佐藤選手はもうこのままどん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 前に出て、まあ、パンチ、膝、ローで削っていくということを考えるんだと思いますね。自分のペースで構わないという、はい、これを繰り返し続けられるのが佐藤選手の強さですからね、はい、いや無尽蔵のスタミナ、そして攻撃力、距離を潰す奥足への左ローキック、佐藤まさに百戦錬磨、練り上げてきた戦法なんですよね、はい、あの3ラウンドに入って、まあ、お互い多分ダメージもあの疲労もあって、はい、きついところだと思うんですけど、その中でこうあえてコンタクトする、はい、前に出る勝負ができるのが佐藤選手ですからね。あのブレイクの後も必ずそうですよね、はい、前に前に、そして膝、掴んではいけません。しかしここも離れ際で左ローキック、決してベキリの距離にまずさせないという佐藤ですね、はい、ボディパンチ、右アッパーはベキリ、いやでもベキリの方も決して諦めません、はい、そうですね、あのボディにパンチ受けてもあの左フック返してましたからね、さっきも、いやそしてサイズでは7センチビハインドのベキリなんですけれども、まだ一打は怖い。本当はベリー選手も今みたいなところで前に出たいんだと思うんですけどね、はい、そうですね、はい、パンチの距離にはそうなってくるでしょうけれども、はい、佐藤がペースを渡しません。ここもロープを背負わせます。
右膝当たらなかったとしてもあの膝、はい、プレッシャーになりますよね、はい、押し合いでも力比べでもこの後前に出てくるのは佐藤、残り30秒です。今の右の膝いいんですね。今まっすぐ前にデキリが下がりました、はい、手数も減ってきたか。ベキリはタフですね、ベキリ選手、はい、そうですね、はい、タフネスはがっちりと見せつける。でもそこでも上回ろうというのが佐藤の攻撃力です。左の前蹴りしっかりガードして、ここで第3ラウンドが終了しています。70キログラムファイト、佐藤義弘対シェムシ・ベキリの戦いは判定となっています。いやこれは本当に見た目も細かい攻防はありましたけれども、はい、ハードな戦いでした。判定の発表です。ジャッジ豊永30対28、赤佐藤。ジャッジ方29対28、青ベキリ。おお、2人目はベキリ。ジャッジ勝本29対28、赤佐藤。3人目は佐藤です。割れましたスプリット、2対1ですが、佐藤義弘自分の戦い方を最後まで押し通しての判定勝利です。皆さんこんばんは、愛を知る県愛知県の佐藤義弘です。まあとりあえず名探偵佐藤義郎物語第3章明けましておめでとうございます。まあ今日ジェムゼビキリ見てもらえば分かる通り、日本では全然名前も知らないのにこんな強いやつがいっぱい、どうやら世界にいっぱいいるみたいです。自分次3月、まあ、イタリアでやる予定です。自分が日本国内だけじゃなくて世界でどのぐらい通用するのかちょっと試してこようと思ってますので、全国1億人の佐藤義郎ファンの皆さんが海外の試合も見たいって言ってるんで、報道関係者の皆さん何かしらの検討をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。あとちょっと余談、私事なんですけど、今日1月9日は自分の息子の宗介の1歳の誕生日です。宗介誕生日おめでとう。あとついでに1月生まれの人いますか、今日結構いますね。今日の勝利は僕からの誕生日プレゼントです。皆さんお誕生日おめでとうございます。